皆さんこんにちは。日本の歌手、俳優、タレント西城秀樹さん、ヤングマンや傷だらけのローラ、激しい恋など数多くの代表曲を持ち一世を風靡しました。しかし2018年5月16日63歳という若さでこの世を去りました。そんな西城さんですが、生前性癖がすごく六本木の SM 店常連だったこと、山口百恵さんを振った過去に戸分幸男さんとの熱愛など様々な噂があります。今回は西城さんにまつわるこれらの真相について調査してまいりましたのでお伝えいたします。まずは西城さんのプロフィールから見ていきましょう。西城秀樹さんは1955年4月13日生まれ、2018年5月16日死去、63歳没。出生名木本達夫さん、広島県広島市東蟹谷町出身。身長182センチ、血液型 AB 型。1972年3月25日発売のシングル「恋する季節」で歌手デビュー。翌年6月に発売した5枚目シングル「情熱の嵐」がオリコン週間チャートで初のベスト10入りを果たします。こうして国民的存在となった西城さん、1970年代にトップ男性アイドル歌手として世の女性たちを夢中にし、郷ひろみさん、野口五郎さんと共に新御三家と呼ばれるようになりました。そんな西城さんですが、過去にはあの山口百恵さんも夢中になったとか。当時山口さんはまだ中学生で芸能界デビュー前、妹と一緒に寝ていたという部屋には西城さんのポスターも貼ってあったとか。その後芸能界デビューした山口さんは映画「年頃」に出演。そこで西城さんと共演を果たします。映画の撮影の際、山口さんは西城さんからサインをもらったそうです。硬派の印象の山口さんですが、実は男性との社交術上手だったそう。それもそこそこ派手だったそうで、好感持ってる相手には積極的だったといいます。引退後も交流あったようで、山口さんの夫三浦友和さんの招待で山口さんの誕生パーティーのサプライズゲストになったり、引退後も西城さんの好きな楽曲について語るなど、西城さん愛が強かったという山口さん。演出家でタレントのテリー伊藤さんはとある秘話を語っていました。西城さんが還暦を迎えた後に会った際の会話を明かしたテリーさん、実はね、山口百恵ちゃんは僕のことが好きだったんだよ、ラブレターもらったんだと、西城さんがテリーさんに昔話を打ち明けたといいます。さらに西城さんは、僕はその頃女の子にそんなに気がなかったし格好悪いと思ってと答えたのだとか。だったら百恵さんは三浦友和さんじゃなくて秀樹さんと結婚してたのと畳みかけたというテリーさんに対し、そんなことないけどって笑ってたけどと答えたという西城さん。テリーさんのそのラブレターちょうだいよに対しては、それはなくしちゃったんだよと冗談っぽく言っていたそう。山口さんにとって西城さんは憧れの存在であり、仲のいい男友達といったところでしょうか。それでもスター同士でこんな交流があったなんて驚きですね。そんな西城さんですが、1989年には恋愛スキャンダルもありました。お相手は女優の戸分幸男さん。戸分さんは1942年11月23日生まれの80歳、西城さんより12歳年上です。代表作としてテレビドラマ「バス通り裏」や「黄金の日々」、映画「震える下」、「極道の妻たち2」など多数。そんな戸分さんとの熱愛が写真週刊誌にスクープされたのです。お二人は1989年の NHK ドラマ「夜の長い叫び」での共演。撮影で転びそうになった戸分さんを西城さんが身を挺してかばったことから、戸分さんに恋心が芽生えたそうです。当初は戸分さんが西城さんに熱心だったそうですが、次第に西城さんの方が戸分さんに夢中になっていったとか。交際が発覚した当初は12歳もの年の差が大きなハンディと言われ、世間からは高貴な目で見られるも、翌年の1990年3月にはアメリカ・ロサンゼルスに10日間極秘旅行されるほか、共通の趣味であるゴルフを一緒にラウンドする姿が目撃されるなど、
人目もはばからずデートを重ねていったお二人。戸明さんは悩みがあっても彼には素直に打ち明けられる、フィーリングが合うんですよ、話していても楽しいと語っており、西条さんも真面目に付き合っていますと、それぞれ交際を認める発言をしました。お二人の親密ぶりには結婚間近と噂されたほど。しかし1990年の途中からはデート現場が目撃されることもなくなり、1991年5月には西条さんが自身のデビュー20周年記念パーティーで、一番大切な時期です、当面結婚はありませんと戸明さんとの破局をほのめかす発言も。1992年にラジオ番組に出演された際には、あれはもう2年前に終わりましたよと発言。破局は決定的なものとなりました。破局の原因は戸明さんの家系が江戸時代の幕臣だったため、それ相応の家柄でなければ結婚を許さないという戸明さんの親族の反対があったと言われています。また西条さんのおばあさんが孫を産めぬ嫁はいらんと言ったなど、双方の親族による反対があったと言われていました。これについて戸明さんがインタビューで、周囲の猛反対にあったことを明かした上で、私は40代半ば、子供ができないかもしれない年齢に差し掛かっていたから、もしできなかったら彼に申し訳ないなと、若い彼から子育てする楽しみを奪ってしまうのは心苦しい、そんな本音を彼に直接話したわけじゃないけど、結局私の覚悟が足りなかったから終わってしまったんだろうなと。でもその後振り返っても、あの決断は間違っていなかったと思っていますと、出産できる年齢ではなかったことが一番の理由だったことを明かされたのでした。ただ某芸能記者によると、特に西条さんのお姉さんが親が孫の顔を見られないと戸明さんとの結婚に猛反対したとのこと。戸明さんはこの状況に参ってしまった西条さんを見るのが辛く、自ら別れを切り出されたのかもしれませんね。その後しばらく独身だった西条さんでしたが、2001年6月30日に大阪府在住の会社員の一般女性と結婚、2002年6月3日に長女、2003年9月1日に長男、2005年1月7日に次男が誕生しています。また六本木の SM 店の常連で、ただの放置プレイでも延々と待ち続けるため、マゾ界での評価はかなり高いという噂もありました。しかしほとんどの SM クラブでやりすぎて出入り禁止となってしまったとか、こちらはあくまで都市伝説ですが、意外な一面があったのかもしれませんね。この噂の影響か、性癖がすごいという噂もあります。しかし具体的なエピソードはなく、実際にどこまですごかったのかは分かっておりません。西条さんといえば、ザ・ベスト10に出演した際、好きな小説のジャンルはと聞かれて、SM が好きですと答えてしまったというのは有名な話。ステージに立つ姿は色気たっぷりでかっこいいですが、いろんな一面があったようですね。そんな西条さんは2018年5月16日、急性心不全のため亡くなりました。2003年、2011年と2度の脳梗塞を発症するも、その都度リハビリに励み、ステージに上がり続けた西条さん。生前、同じ病気の人たちに勇気を与えるためにも、今の自分をありのまま見せてステージに立とうと思った。元に戻るのは無理だけど、少しでも良くなるように前を向いて頑張っていきたい、と語っていました。最後までスターであり続けた西条さん。天国でも元気に歌っていてほしいですね。以上、今回は西条秀樹さんの性癖、六本木の SM 店常連、山口百恵さんを振った過去、戸明幸代さんとの熱愛などについてお伝えいたしました。最後までご視聴ありがとうございました。コメントを残してもらえると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。